目白二輪でございます。ZX12R の前期、前期です A ですね、 20A でございますね。知ったかでございます。初年度登録平成15年の4月でございまして、これ車体番号どうなんでしょうね。 JKZX20AAA って AAA とか入る、輸出が逆輸入なんでしょうか。逆輸入になるかもしれない、まあ、1200のですからね。でなんと車検が取ったばっかでございますんで、令和5年4月22日で45,000km ということでございましてですね、今東京に持ってきた次第でございます。上でマフラーは今社外のマフラーで、名前何でしたっけ。アクラポビッチです。アクラポビッチでございます。イタリアですか、だったかですか、わかんないですね。ストイコビッチとかなんか違うね、あれね。それまたあれ違う、ビッチはイタリアではないかもしれないということなんですけど、チェーンも買いだったしね、チェーン、スプロケット、スプロケット、チェーン、新品、チェーン、タイヤも交換、タイヤも交換して、まあ、ちょっと地面走っちゃいますけど、もうほとんど新品、いいことばっかりでございます。あと、純正のマフラーとタコ足とか、なんつうの、純正の駅マニ、駅マニです、駅マニね、あの辺も揃ってますんで、この車はレカラとかです、これは売り物じゃないの、これね、これ売り物です、これはバイク運び用のキャラバンの、そうですね。プロ仕様でございます。よろしくお願いします。もうちょっと詳しい動画は今度撮り直すんで、この動画はついでぐらいです。ありがとうございます。希望価格50万以内で考えております。はい、ありがとうございます。